川崎 ZXR、川崎 ZXR、ZXR とは、川崎重工業、後の川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造、販売していたオートバイのシリーズ車種名である。競技車両のワークスマシンである、ZXR-7、ZXR-4 のレプリカで、エンジンの排気量別に 750cc、400cc、 250cc がある。ZXR250 は4気筒エンジンをして1989年に発売された。4ストロークエンジン搭載の 250cc、レーサーレプリカタイプの中で、ラムウェアシステムが搭載されている。エンジンのレッドゾーン開始回転数は 19000rpm と、ホンダ CBR250RR などと並んで、最高の回転数であった。 1993年にメーカーによる出力自受規制が行われ、最高出力が 45PS から 40PS へと出力が引き下げられた。前期型の A 型は独立二等丸目ヘッドライト、後期型の C 型は一体型二等ヘッドライトが装備される。1995年に廃盤となっているが、同系統のエンジン。 ZX250CE は1991年発売の川崎ワリオスに引き継がれた。ZXR250R は通常使用者に CVKD32 の大口径キャブレターとクロスミッション、リザーバー付きショックユニットを搭載し、スポーツ走行性能をさらに高めた特別使用車である。形式は ZXR250 と同じである。 ZX-R400 は1989年に ZX-4 からフルモデルチェンジし TT 解散クラスの川崎ワークスマシン ZX-R-4 のレーサーレプリカとして発売された。ZX-R シリーズ最大の特徴である K-CAS 川崎クールエアシステムを採用しており、アッパーカウルの左右からダクトよりエンジンシリンダーヘッド部分へ。 直接新機を送り込みエンジンの客を促進するシステムである。通常モデルの ZX-R400、スポーツプロダクション仕様の ZX-R400、R、日本国外向けの輸出仕様がある。輸出仕様の後期型で 65PS、13000、RPM3.6kgm、12000、RPM を発揮する。外見上の特徴として、標準モデルは、 リアシート後方にグラブバーが装着されている。スポーツプロダクション仕様の輸出仕様は外見が国内仕様と同じであるが、スピードメータ等で見分けることができる。レーサーレプリカブームで他社レーサーレプリカと同じように、ZXR400 も191年にフルモデルチェンジ、1990年、1993年、1994年にマイナーチェンジを行い、 性能を向上させた。1989年に ZX-4 よりフルモデルチェンジし形式は H1 よりレースに特化した仕様に変更されている。フルモデルチェンジに伴い下記の特徴がある。1990年にマイナーチェンジを受け形式が H2 になった。エンジン、車体の変更点は下記である。外観はほとんど変わっていないが、 新規採用の機構やセッティングを変更して、性能の向上を行っている。新規機構は下記による。この H2 型から ZXR400R は専用パーツが増えている。1991年にフルモデルチェンジを受け形式が L1 になった。エンジン、車体の変更点は下記である。エンジンは熟成を進め、中低速域を強化した。 カウリングは H1、H2 型と比べて大幅に変更され、空力特性を向上。乾燥重量が 160kg となり、H2 型と比べて 2kg 軽量化した。1992年の L2 型はカラーチェンジのみ。1993年にマイナーチェンジを受け形式が L3 になった。エンジン、車体の変更点は下記である。 1994年にマイナーチェンジを受け形式が L4 になった。エンジン、車体の変更点は下記である。エンジン出力規制により L3 型からパワー、トルクが下がった。その分、低回転域を強化したエンジン特性となっている。エンジン、車体とも細かなリファインを L3、L4 型で行っている。L4A 型は1993年に川崎が 鈴鹿8時間耐久レースで ZXR-7 により初優勝したことを記念し1994年に限定発売されたレプリカモデルである。1995年から1998年の L5 型、1999年から2000年の L9 型はカラーチェンジのみ。ZXR400R は1989年に ZX-4 から モデルチェンジし、TT ガイ3クラスの、川崎ワークスマシン ZXR-4 の、レーサーレプリカとして発売された、ZXR400 の、スポーツプロダクション仕様である。通常モデルの ZXR400 との違いは、下記である、エンジン系統、作動角の大きなカムシャフト、ハイカム、クロスミッション、球技系統、1990年の J2 モデルから、FCR、 FVKD サスペンション系統、1990年の J2 モデルから、フロント、リアともフルアジャスタブルサスペンション、外装、FRP 製一体型シングルシートカウル、当時盛んであった、TT 解散、SS、SP クラスのレースで活躍した。特に、エンジンカテゴリーで 250cc2ST と 400cc4ST クラスが分かれてからは、 400cc4ST クラスで最強の呼び声が高い。K3SSSP クラス向けのレーシングキットパーツは今となっては希少な部品である。ZXR750、ZXR250 は標準でラムウェアシステムを採用していたが、ZXR400 は採用していなかった。レーシングキットパーツでラムウェアシステムを搭載させたレース使用者のみ。 ラムウェアシステムを搭載している。カラーはライムグリーンのみである。ZX-R400 同様、ZX-R400R も日本国外向けの輸出仕様がある。輸出仕様の後期型で 65PS、13000、RPM3.6kgm、12000、RPM を発揮する。スポーツプロダクション仕様の輸出仕様は外見が国内仕様と同じであるが、 スピードメータ等で見分けることができる。1989年に通常モデルの ZX-R400H1 と同時にデビュー。H1 との違いはハイカムクロスミッション FRP 製一体型シングルシートに変更されている点である。1990年に通常の ZX-R400H2 と同じくマイナーチェンジを受けた。 H2 との違いは、ハイカム、クロスミッション、加速ポンプ付き強制開閉、FCR、FVKD32、フルアジャスタブル倒立フォーク、ネジ式無段階プリロードアジャスタ、12段階伸び側、7段階圧側減衰力調整機構を、搭載、別体リザーバー付きリアサスペンション、ネジ式無段階プリロードアジャスタ、4段階伸び側、20段階圧側減衰力調整機構を、 搭載、FRP 製、シングルシートに変更されている点である。1991年に、通常の ZXR400、L1 と同じく、マイナーチェンジを受け形式が、M1 になった。L1、L2 との違いは、ハイカム、クロスミッション、加速ポンプ付き強制開閉、FCR、FVKD32、フルアジャスタブル倒立フォーク。 ネジ式無段階プリロードアジャスタ、12段階伸び側、7段階圧側減衰力調整機構を、搭載、別タイリザーバー付きリアサスペンション、ネジ式無段階プリロードアジャスタ、4段階伸び側、20段階圧側減衰力調整機構を、搭載、FRP 製、シングルシートに変更されている点である。1992年式は、M2、1993年に、 通常の ZXR400L3 と同じくマイナーチェンジを受け形式が M3 になった。L 型との違いはハイカム、クロスミッション、加速ポンプ付き強制開閉、FCR、FVKD32、フルアジャスタブル倒立フォーク、ネジ式無段階プリロードアジャスタ、12段階伸び側、7段階圧側減水力調整機構を搭載。 別体リザーバー付きリアサスペンション、ネジ式無段階プリロードアヤスタ、4段階伸び側、20段階厚側減衰力調整機構を、搭載、FRP 製、シングルシートに変更されている点である。また、エンジンの部品については、小さな変更はあるものの基本的に M1、M2 を引き継いでいる。そのため、M3 と L3 で、エンジン部品に、違いがある。 エンジン出力規制により、このモデルから、パワー、トルクが 59PS、4.0kgm から 53PS、3.6kgm になったが、圧縮比は前、モデルと同じである。圧縮比は12.1994年の M4 は、部品が変更されているが、基本的に M3 を引き継いでいる。 1995年から1998年も M4 である。カラーのデザインチェンジを行った1999年から2000年が M6 である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。